こちらは、ノコスコ東日本です。午前7時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、中番号を水戸方面へ向かわれる方にお知らせします。三鷹の水戸は先端に、三鷹ジャンクションまで4キロほど交通集中のため、渋滞しています。続いて、中央環状線内回りの情報です。中野長者橋を先端に、中央町ジャンクションまで4キロほど交通集中のため、渋滞しています。続いて、中央環状線外回りの情報です。路上整備物のため、政治中立付近を先端に2キロほど渋滞しています。続いて、高速川口線レベル方向の情報です。東北ジャンクションを先端に、東両家まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて、6号三郷線レベル方向の情報です。故障車のため、小杉ジャンクションを先端に、ロッキー右側で5キロほど渋滞しています。続いて、高速埼玉大宮線、下り方向の情報です。夜を遅れている、茨城線で2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き、関連車両を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。外の方、鶴ヶ島インターを先端に5キロほど渋滞しています。次に、98キロポスト付近の、この横のパーキングエリアを先頭に、4キロほど、交通通勤のため、停滞しています。タイミングラジオ、タイミングラジオ。